今日のあとは、大工と鬼六という昔話です。恒例の岩崎リーダーによるパワーポイントを使ったタワポ芝居です。今回は、大工と鬼六という昔話です。大筋は次のようなものでした。昔々、ある村で氾濫ばかりする川がありました。今回も橋が流され、住民は困り果てました。そこで、 近くの村の有名な大工さんに、丈夫な橋を作ってもらう算段をしました。大工は二つ返事で、任せときな、と言いました。下準備で、橋を架ける場所を見ておこう、と出かけました。そうしたら、猛烈な勢いの川だったので、途方に暮れてしまいました。しかし、今更、断れない、どうしようと考え込んでいました。 そうこうしているうちに突如、川の中から鬼が現れました「大工橋なら俺がかけてやろう。ただできたときにはお前のめん玉をもらうぞ。」と言ってまたブクブクと水の中へ潜っていきました。大工はこわごわ家に帰り次の日、川へおそるおそる行ってみるとなんと立派な橋ができているではありませんか。 びっくりしているうちにまた鬼が現れ「橋はかけてやったぞさあ約束通りめんたをよこすんだ」と言いましたダイクが「それだけはやめてくれ目がなくなると仕事ができなくなるんだ」と言ったので鬼は「わかった」じゃあ一日だけ待ってやろう。 その間に俺の名前を言い当てたら許してやることにしよう。と言いました。大工は、考えても名前がわかるはずがありません。しょうがない。森の中に逃げるしかない。と考えて、荷物をまとめ、森に入りました。そうしたら、森の中から歌が聞こえてきたではありませんか。早く鬼ろく来ないかな 目玉を持って来ないかな。鬼六、鬼六、早あやく来い。なんと、女の子が、まりをつきながら歌っていました。よく見ると、女の子の頭には、小さな角が生えているではありませんか。次の日、大工は、また川に行きました。鬼は、待ってました。という感じで現れ。俺の名前が、わかったかと言いました。 大工は、お前の名前は鬼吉だ。いや、鬼助だ。いやいや、鬼三郎だ。と言うと、鬼は、違う、違う。さあ、見玉を取ってやる。と、言った途端、大工は、お前の名は、鬼六だ。と、言いました。その途端、鬼は、ズボ、ズボっと川に潜っていきました。 橋は、それからも流されることもなく残り、鬼も二度と現れることは、ありませんでした。